自由民主党本部放火襲撃事件。自由民主党本部放火襲撃事件とは、革命的共産主義者同盟全国委員会、中核派の非公然組織である、人民革命軍が、火炎放射器によって、自由民主党の本部ビルに放火した事件である。1984年、昭和59年9月19日午後7時半ろ、東京都千代田区永田町にある、 自由民主党本部裏の中華料理店駐車場に某運送会社の配達者に偽装した2台の小型トラックが停車した。30歳前後の運転手の男性が店員に対しお届けに参りました。印鑑をお願いしますと話しかけたため店員が、店の奥にある印象を取りに行った。その間に数人が駐車した偽造ナンバープレートのトラックの 荷台に積み込んでいた火炎放射器を操作して自民党本部北側3階に向けて火炎放射した。犯人らはライトバンで逃走し、その校舎ごと作業服と共に焼き捨てる証拠隠滅を図っていた。なお火炎放射器の下の箱には中核派と書いていた。この火炎放射器は液化石油ガスの入った高圧ガスが可燃性の液体を噴射し、 それに着火した火炎を放射する仕組みで、火炎放射ノズルは、自在に角度を変えることができる仕組みになっていた。これによって発生した火災により、自民党本部の北側3階から7階が臨床し、当事務局や会議室など、約520平方メートルが消失した。折しも、党総裁選挙を控えており、2階にあった、選挙人名簿などの書類を搬出するため、 党本部職員だけでなく党所属の国会議員まで駆けつけるなど騒然となり被害額は10億円にも及んだ。なお自民党本部へは火炎瓶が投げ込まれたり発火装置を玄関に置かれたことはあったが放火されたのは初めてであった。この事件現場で法務大臣の重査解作が消火活動に当たっていた衆議院議員の浜田孝一を見て マッチポンプみたいな真似しやがってと発言し、その場で浜田に殴打された交渉大打事件。後日、銃は浜田に発言は不適当だったと謝罪した。事件直後に一部報道機関に急国霊団を名乗る男から戦後ポツダム体制に対する報復である。障害診断交番罪と侵右欲のような電話があったが、これは偽装工作と見られている。 また、現場付近では、警察無線を妨害するためとみられる、妨害電波が発信されており、警視庁の連絡がつきにくかった。その後、川共同中核派の非公然軍事組織、革命軍が、反抗声明を出した。事件の翌日午前には、厚生大学と横浜国立大学の校内で、中核派が犯行を認めるビラをばらまいていた。反抗声明によれば、 新東京国際空港、現、成田国際空港の日航自粛士のための武装闘争であるとしており、用意周到に準備された犯行であった。なお中核派は、その後も成田空港関連施設に対するテロリズムを実行した。犯行グループを中核派と断定し、警視庁公安部は中核派の活動拠点になっている前進者など、捜索したが、 実行犯を割り出すことは難航した。被疑者として、中核派活動家の男性会、逮捕時40歳を1985年4月28日に逮捕し、一人を指名手配、逮捕できずし、1987年1月に、主犯として Y、逮捕時37歳を逮捕したが、Y については、放火事件への関与を実証するだけの証拠を得られず、処分保留で釈放されている。 F は実行犯の逃走を手助けした放火の共謀共同制犯として起訴されたが F は事件当日のアリバイがあると無罪を主張し裁判は紛糾した東京地方検察庁の検察官の冒頭陳述によれば F は実行犯の逃走を手助けし火炎放射器製造の準備をしたと主張したが具体的な役割を特定しなかったこれは F の自白が得られなかったこともあるが、検察が有罪とする証拠は、前者は現場近くで、警察官が逃走者と見られるライトバンの助手席に F を見たという目撃証言。後者は8月2日に F に似た男が大量の圧力調節器を購入していたという電気店の従業員の証言が唯一の有罪証拠であった。それに対し F は事件当日は、 埼玉県で開催されていた学習会に出席してり、ホテルに宿泊していたとして、ホテルの領収書と宿泊者名簿を証拠として裁判所に提出した。中核派は、1988年9月に本事件担当裁判官が居住する宿舎内の車両を放火する事件を起こしている。東京地方裁判所は、1991年2月になって、保釈保証金1。 500万円で F の保釈を認めた。これに対し検察側は、準広告したが、裁判所は、検察は F がいつどこで誰か放火を共謀したか十分、実証していないとして退けた。検察は F に、懲役10年を求刑したが、1991年6月27日に、一審判決は無罪を言い渡した。電気店の従業員の証言は信用できるが、 購入した部品が犯行に使われたという証拠がなく、警官の証言は暗闇の中で F と認識できたのか疑問であり、また F のアリバイには不自然、不都合な点も少なくないが虚偽とまでは言えずとして結論としてこの放火事件における F な役割は特定できないとしたものであった。東京地方検察庁は事実誤人として控訴したが、 二審の東京高等裁判所は1994年12月2日に自白も物証もなく目撃証言で有罪とする事実認定はできないと指摘却し東京高等検察庁は上告しなかったため12月16日に F の無罪は確定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。